保健福祉環境事務所に勤務する34歳の女性職員は知人男性の名前を使って2つの宿泊施設に嘘の予約を入れ施設の業務を妨害したとして去年逮捕されました福岡県はきょう女性職員を停職2ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました この女性職員は男性の自宅におよそ2万円分のピザの配達を勝手に注文するといった行為にも及んでいて恨みがあったなどと話しているということです。